11時12分です未来を歩くら新版ピックワ2 0 0万ユーザーが使っている経済ニュースアプリ「ニュースピックスとコラボレーションして未来を読むとヒントになるような話題をチョイスして紹介今日はあらゆる業界の売上売上を左右すると言われるキーワード「インスタ映え」に起きたある異変に注目します記事のタイトルは「時代は脱インスタ映えファッション業界は SNS でもオワコンか」解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーの石川亮さんです。 石川さんは渋谷109のメンズフロアで大人気のファッションブランドバンキッシュの創設者でいらっしゃいますインスタ映えはファッション業界でも重要なキーワードだったはずなんですがそこに起きた異変とは何なんでしょうか解説していただきたいと思いますおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ,ー、えもうインスタ映えは古い、はい 古いうん古いというか,なんか、まあ、気持ち悪いですよね <laughs> 今日ね T シャツがね「あ、はいみょんのた」のインスタグラマー私はインスタグラマーではありませんっていう T シャツをわざと着てますけどはい自分とこのやつですアピールですかはいアピール、うんはい、<laughs> インスタグラマーではないっていうね,いね T シャツですけど、はい、あのー <laughs> まあファッションやアートなどインスタ映えしそうなコンテンツが飽きられている傾向が見て取れるというふうにも書かれているんですけど、はい、まあこの記事をピックした理由とご自身の感想は、はい、やっぱりこう連日こうねいろんなメディアでこうインスタ映えっていうワードが毎日聞くじゃないですか,、はい、かそれがちょっとやっぱ本当にこに違和感があってもともとやっぱりこう自分が感動したものを上げる場所だったのにいつの間にかそのまあインスタに上げるために。 すべてがが行動がねはい、はい、みんなの生活が変わっちゃってることがすすごい違和感ありますよね本来は自分で自分の生活を送っていて自分らしい生活を送っていてその中で自分が投稿して人と共有したいものを上げていたのがそれで特に写真に特化してまあフィルターもかけて美しくアートに見せるのがインスタグラムだったところがそのインスタグラムに上げるために 行動する、これ、ま、全く真逆の話ですよね。よね行動してる間にインスタグラムに上げたいものを見つけた、じゃなくて、はいはい、インスタグラムに上げたいから、そこに向かって行動する。っていうのがまるで逆ってことです。そうです。そうです。これ、あまりにも多いと。多いですね。えー、うん、ファッション業界だと、その昔はあの、す、すな、あの、ストリートスナップっていうのがあったんですけど。はい、その、かっこいい子たちを、こう、編集の。 子たちが街で見つけて声かけて写真撮ってたんですけどよくね旧ギャップ前とかでよくやってましたよねはい私よくやってるじゃないですかそれがこう何だろう流行り始めると今度は写真撮られるために騎馬砂格をしてそこを行ったり来たりする往復してる人いますよねまあいましたよね特にねそれにちょっと似てますよねなるほどコメント欄にもただのファッションは完全にオワコンですと書いてるんですけどまあオワコンっていうのはコンテンツ的にも終わってるって意味ですけどどういうことですか まあやっぱりこう世界が何,ですかもう僕これ何度も言ってるんですけど写真中心のコミュニケーションになってしまったので無地の高い服着てもう意味ないんですよねあみんなロゴがね下手すると最近はあのわざと鏡になってて、はい、インスタ映撮った時に分かる、はい、読めるようになってるとかねはい、はい、そうですよね写真で見たら、まあ、何ですか5枚のシャツも3000円のシャツも一緒なんで、はい、そうなってくると。その まあ普通のこう買いが利くブランドっていうのは、まあ、必要がない時代になっちゃってましたよねただそのインスタ映えするデザインを出したために、はい、ハイブランドの結構 T シャツが売れてるって話もありますよねまあそうですねだから今高いブランドはみんなロゴ,ロゴのものしか出してないですよね、うん、それでも売れてるからよしじゃないんですか、はい、商売的にうとうんまあいいか売れてれば。 <laughs> <laughs> でもまあ確かに無地でもすごく素材が良かったりとか着ていてこのね仕立てが良かったりとかそういう魅力もやっぱりね、うん、高級ブランドってあると思うので確かにそういう部分は写真には映らないですかね。ねはい、特にすすればするほどねそうですねじゃあどういうものがこの時代服として売れてるもしくは売れるんですかうん何かにやっぱこう理,由理由が 理由付けされてるはいなんかこうじゃあキャンプに行くときに着る服とか、うん、何かこうじゃあ海に行く時の服とか、うんね、イベントをうことという感じですか、ね、何かこう理由がないと多分今服買ってないと思うんですよね、うん、その高いものをですね、うんうん、そうじゃなければそのファストファッションで十分こういいものがあるんで、はいはい、わざわざあのお金高いものを買う必要がないっていうか まあそういうい時代ですよ、ね、まあファーストファッションが流行を追って、うん、すぐにその流行に乗ったデザインのものをね、うん、割とすぐにこうリリースしてきますもんね。うんはいまあ、あとはまあ楽しいことがほかにたくさんあるんで洋服を買う昔買っていた満足感の代わりのものはたくさんあるんでもうこのインスタ映えも多分そうだと思うんですけど。うん そのためにお金使うことがまあ昔でいう洋服にお金使ってたのと今イコールになってるような気がしますよね。なるほどね、はい、そのじゃあブランド的にはどういうブランドが残っていくんですかうん。頑張りますけど <laughs> やっぱりこう買いのきかないブランドしかもう難しいですよね。特徴がやっぱないものっていうのはいくらでも買いがあるので、はい、世界中に。うん、だからその他の他のブランドとやっぱこうなんですか 差別化できている、うん、うん、特徴があるものしかもう残れないですね。はい、なるほど。で、番組主的に言うと、例えばこう、はい、どういった傾向のものが売れてるとかあるんですか。うーん、どういった傾向のもの、まあ面白いものですかね。うん。はい、なんかこういう例えばこう今サッシャさんもね、はい、突っ込んでもらいましたけど。でもこれさ、はい、逆にインスタに上げたくなんない。<laughs> あだからそこをついてるんですよ。でしょ。<laughs> あ、でも、インスタ映えはオワコンじゃないんですか。インスタ映えはちょっと違いますね。その目的、なんで、なんですかね。自然にやっぱ、こう、見せたくなるものじゃないと、自分たちで撮りに行って。でも、狙ってますよね、これ。狙ってます。狙い方とか。そういうものもあるが。まあ、でも、これは、要する逆説的に皮肉なわけですもんね。それで、あえて載せてくれってことですもんね。でも、通常のデザインっていうと、そういうことではないと。そうです。 結果、例えば友達にそれ、かっこいいから写真撮らせてって言って自分のインスタじゃなくて友達のインスタに載るとか全然ままた話が違いすんねさっきのそれこそストリートスナップの撮られるか撮るかっていう自然にテンション上がるものじゃないとそういったものは残っていくけれども結局、ブームだけで終わっちゃいますもんねだって誰かが例えばインスタにそのファッションの服を載せたら多分自分は載せないじゃないです服。真似になっちゃううね。 だかからわすげえってななるけど、うん、そこの先はい,かないよね、うん、また、あ、その何ですかそのフォトスポットって言われた瞬間に、まあ、全員ここで撮ってんだと思っても分からないですよねるる。でもおじさんたちは分からないんで多分そういうものを今作りたがるじゃないですか、うん、何かお店作ったら壁に羽の絵描けとか。 もうね今日本中羽だらけだよねわかる海の家とかも羽いっぱいあったしあんな1回も撮ったことないですねすいません撮っちゃいました僕2回もそうです特別感ないですよねそこみんな勘違いしちゃってるんですけどそこで撮ることが特別だと思ってるんですけど逆ですよねみんなそこで撮ってるんで最初に撮った人は いけてたけど、みんな取り始めるともうもういいんじゃないかな。いい加減にあの壁の羽根越えはいいんじゃないかなと思います。あれあれ今年限なんじゃないですかね。来年は来年残るかどうかね。難しいね。でもインスタ確かにあの僕も最近自分でインスタやっててすごくフォロワーの人が変わってきたというか、あのねえと今までは結構こう。 特に10代20代の女性が多かったイメージがすごかっただからフォローされてる人を見てもモデルの人とか芸能人でもと若い若年層の人に人気のある人とかそういった人はすごくフォローが多かったで明確にツイッターとフォロワーの関係が相関してなかったんですよねツイッターではすごくフォロワーが多い人でもインスタには全然いなくてまた逆もあったりとか。これ インスタも結構、傾向変わってきたかなっいう気がするんですよね、ちょっとそのツイッター化して女性がすごく増えてるらしいですね、女性が増えてる、多い、んんじゃないですかあの若い子が最初多かったらしいですけど、最近は30代、40代の方もすごく増えてるらしい年齢が上がってきてる、そうですね、男性は男性より女性の方が多かったです、僕、あのちょうどフェイスブックさん、お邪魔させてもらったんですけど、これでも SNS でいうと、どっちかというとツイッターとかも圧倒的に男性の方が多いんですよね。 でフェイスブックを見ても男性の方が多いと、はいはい、多分女性が多いメジャーな SNS って結構ある意味インスタだけ、まあ、そうですねイージーだからですね多分写真のコミュニケーションなんで文字じゃないんで、はい、文字はやっぱりこうちょっと何、まあ、んですかねまあ男性的っていうか揉め事も多いしね書くとね言語に依存してるんで、うん、はい。 写真だけだったらそうですね。別に一言ペッて添えるか、もしかしたら何も添えないっていう人もいますけどね。はい、そうですね。でできちゃうと。でもまあその今の現現象現象っていうかその毎日このいろんな人がこうなんですか写真を毎日撮ってるわけじゃないですか。うん、それってまあすごくこうまあクリエイティブだし、はい、悪いことじゃないと思うんですよ。うん、いろいろ毎日こうね試行錯誤して加工したりなんだかんだっていうのを、その視点で街をとか日々を見てるってことですからね。そ,ねそれだいぶ大きな変化ですよね。はい。はい まあ、そういったものが、じゃ、インスタも変化していくけど、うん、インスタ映えと、羽はもういいんじゃないかと、うん。羽はもういいですね、<laughs> 本当。<laughs> <laughs> そうですね、ね<え>はい。じゃあ、番シさん的には、今後、どういうで、ね、はい、ファッションを目指すんですか。まあ、ファッションというか、まあ、そうですね、日本人は本当に洋服買わなくなってるんで。そうなんだ。はい。まあ、世界、本当に、まあ、目指してる。はい。はい、まあ文房、分母。 大きくするっていう。なるほど。はい。日本人のやつと福岡へと。はい、そうですね。まあいや買わなくてもいいです別に。ええ？いいんだ。いいです,です、はい、自分のやっぱ楽しいことのお金使うと。 その僕らが楽しいところに入っていく努力をしなきゃいけないということはな,なるほどね基然的に買ってもらえる服を作らなきゃいけないとか、はい、そうですそうですそれは課題でもあるとそうですねなるほど、はい、石川亮さんのお話、えー、いろいろと、えー、いろんな方向性からお話を伺いましたけどなかなかヒントになるような話もたくさんありました、えー、気になる方は「ニュースピックスの石川亮さんのページをチェックしてくださいありがとうございましたありがとうございました